浜田邦夫は、日本の弁護士。元最高裁判所判事。学位は、LL.M。薫陶は朝日大受賞。日比谷パーク法律事務所客員弁護士。浜が、旧字体のため、新字体で、浜田邦夫と表記されることもある。アンダーソン、毛利、ラビノーイッツ法律事務所パートナー、柳田浜田法律事務所パートナー、浜田松本法律事務所パートナー、第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事、環太平洋放送協会初代会長、最高裁判事などを歴任した。生涯金融法務、特にキャピタルマーケット分野において功名。浜田松本法律事務所の創立者の一人。2001年5月1日に最高裁判所判事に就任し、2006年5月23日まで務めた。東京大学に進学し、法学部にて学ぶ。在学中に司法試験に合格。1960年3月、東京大学を卒業し、1962年4月に第14期として、司法研修所を修了した。同年、弁護士登録、第二東京弁護士会に所属する。1966年6月、ハーバード大学の法科大学院を修了し、LL.M の学位を取得した。企業法務、外国投資、国際取引、国際金融、証券、国際倒産といった分野を専門とする。具体的には、侍債の発行、国外投資信託の発売、国外企業の株式や債券の発行をはじめとする案件に携わった。また、国外市場における日本の証券会社の引受士監事業務や日本企業のユーロドル建て転換社債の発行などといった案件も手掛けてきた。1975年、浜田松本法律事務所を設立した。1981年4月、第二東京弁護士会の副会長に就任した。また、1991年4月には、環太平洋放送協会の会長に就任した。2001年5月、最高裁判所判事に任官。2006年5月に最高裁判所判事を退官し、弁護士再登録。なお、自身が設立した浜田松本法律事務所は、2002年に、森総合法律事務所と合併し森、浜田松本法律事務所となっていたことから、最高裁判所判事退官後は、同事務所の客員弁護士となる。2007年には、朝日大受賞を受賞している。2011年、日比谷パーク法律事務所に転じ、客員弁護士となった。また、京浜急行電鉄、SIP フィナンシャルグループ、ストラテジック IR インサイトにて、それぞれ社外監査役を務め、日本コアパートナー、国海アセットマネジメント、国海森林発電にて、社外取締役を務めた。日本共産党の機関紙、新聞赤旗上で、言論の自由、学問の自由そして憲法と法の支配をあくまでも、守るために、皆で立ち上がろう。などとする、闘争宣言を発表し、安倍政権下では、大学の人文系を減らして、武器生産につながる軍事研究をやれというあからさまな圧力があるなどと批判。国会前の行動デモに何度も参加している。安保法制に関する参議院特別委員会の中央公聴会の公述人に応募し、野党推薦枠4人の中の一人として意見を陳述した。浜田は陳述の中で政治家の皆様には、知性と品性と、そして理性を尊重していただきたいと熱弁し、今は亡き内閣法制局という文言で安倍政権を批判した。2018年9月10日には、前川喜平、寺脇健らと、今こそ嘘とごまかしの安倍政治に終止符を、アピール署名運動を呼びかける記者会見を開いた。ありがとうございます。